阿米，这是我第一次写信给你。すいません。18年前，你是以怎么样的心情踏上旅程的呢？こんにちは。你好。ここで働きたいんですけど。よろしくね、ジミ。よろしくお願いします。頑張ってね。ありがとう。一個お願いがあるんだけど、バイクの二人乗り台湾に来たらやってみたい。なにこれ楽しみ。ね、かっこいいってなんだけど。你很帅。你很帅。ありがとう。なんて書いた？夢を見つけて、それが叶いますように。私の夢はいつだって同じ。